常にこう立体的でしかもカラフルで、いやこれいろんなところでこれからエンターテインメントで使えるんじゃないかなというふうに正直言って思ったんですけども、なんかちょっと興奮しました。無限だと思うんですよね。やっぱり表現手段は多様になってきてるんで、本当に世の中がハッとするようないいものが作れる時代になったんではないかなというふうに思います。I think that's one of the most interesting things, you know, about the technical aspects of the show was the way in which the teams were able to push the envelope on those, and certainly the projections on the water were spectacular, and it was very exciting to watch. It's clearly one of the most ambitious things that's been done on Bellagio, and you know, certainly it may give some in our company appetite to do more. You know, with the fountains in this kind of area.設置場所がかなり限られていまして、やはり置くところが全然なくてですね、最終的には湖の中に台を建てまして、その上にプロジェクターを置くことになりました。船でプロジェクターを運んだというふうに聞いておりまして、通常でしたらクレーンを使って、台の上に運ぶというのは大掛かりな仕事が必要だったんですけども、簡単に人力で運ぶことができたというふうに聞いています。であとは消費電力がかなり少なくてですね、今回も小型の発電機をプロジェクターの横に設置しまして、その電力で簡単に動かすことができたということで、我々の大きな強みが生きているというふうに考えられます。噴水は風で流れてしまったりですとか、やはり水の量とかによって大幅に変わってしまうので、時と場合によっては状況が変わってしまうのですごく難しいと思います。今回の調整は横並びに絵を組み合わせる必要がありますので、決められた高さに色も明るさも合うように調整するというところが必要になってきます。松竹の人間だけではなくて俳優さんたちもいろいろ持ってると思うん でまたそれからお客様の中でもこういうの見たいみたいなお考えのある方いらっしゃると思うんで、それを結集して楽しいものができれば嬉しいです。お客さんの成功をいかにサポートするかというところが非常に大事だというふうに考えています。Panasonic.